5年ほど解いた後はどのような過去問を活用したらいいでしょうか。解き直しを繰り返した方がいいでしょうか。過去問っていうのは何遍も何遍もやってください。そして何遍もやってもいいんですけども、1年とか2年分やり尽くしたら違った問題集とかでその傾向対策とか分野対策をしてください。それで埋まったなと思った時はもう一回過去問を解いてください。それの繰り返しです。